私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。眼光表ってすごいものものしい見出しですが、今は医療も発達しておりますし、私はピンピンしています。日本エレキテル連合中野里子さんが子宮頸がんを発症。現在の病状は、結婚から2年で病気が判明、治療に専念へ。爆笑問題の後輩コンビで、2014年にネタ中のセリフ、ダメよから、ダメダメ、で、新語・流行語大賞を受賞した日本エレキテル連合中野里子さん、中野宗子39歳が17日、子宮頸がんを患っていることを公表しました。HPV に感染した場合でも、9割は免疫力で体内から排除されるものの、1割が感染状態が続き、一部の人は子宮頸部異形成という子宮頸がんの前段階を経て、数年以上かけて子宮頸がんに進行していくとのことです。HPV は HPV ワクチンを接種することにより、6から7割は予防できるとされ、WHO 世界保健機関は同ワクチンの有効性と安全性を評価し、10代前半のうちに予防接種することが推奨されています。子宮頸がんが発覚した中野里子さんは、HPV ワクチンを接種していたのか、いつどのようにがんが発覚し、がんはどこまで進行しているのかなど詳細は不明ですが、眼光表後に相方橋本小雪さんのツイッターを通じて、眼光表ってすごいものものしい見出しですが、今は医療も発達しておりますし、私はピンピンしています。いい具合に忘れられて、今、一番楽しくやっておりますので、ご安心くださいませ。どうか子宮首がん検診受けてくださいね。とコメントしています。中野里子さんと相方橋本小雪さん38は連名でコメントを出し、中野さんが子宮頸がんの治療に専念することを理由に、12月16から18日に予定していた単独ライブ、日本エレキテルの坊ちゃんを急遽中止することを発表しています。続けて、本人はカラッとしておりますし、しごく元気ですので、ご心配なさらないでください。そんなことより、ただただ、楽しみにしてくださっていた皆様、遠方よりお越しくださろうとしていた皆様、関係者の皆様には申し訳ない気持ちでいっぱいです。私たちとしては、中止というより、延期という気持ちでいますので、楽しみが伸びたなって思っていただければ幸いです。としています。また、中野里子さんが今後治療に専念するため、自分たちのしたいことだけをし、エネルギッシュな人生にしたい、と考え、所属事務所、タイタンに退社を申し入れたことも明かしています。しかし、太田光代社長から見捨てることはできないと言われ、コンビの意思を最大限に尊重する形で業務提携を提案してもらい、今後は業務提携の形になることも報告しています。太田光代社長もコメントを発表し、中野里子さんが子宮頸がんの治療に専念することを改めて報告した上で、コンビは前向きに今後の活動にも意欲を燃やしているとし、治療も含め私どもにできることは最大限に協力していきたいとの思いでございます。今後とも日本エレキテル連合2人の応援をよろしくお願い申し上げます。としています。この発表を受けてネット上では、検診で見つかったのかな？お大事に。早期なら心配しなくても大丈夫。どうしてるかと思ったら、治療に専念して元気に戻ってきてほしい。などの声が上がっています。公益社団法人日本産科婦人科学会の説明によれば、子宮頸がんは子宮下部の冠状の部分に発症するがんで、子宮がん全体のうち発症の割合は7割程度を占め、後発年齢は以前まで40から50代だったものの、近年は20から30代の女性も発症数が増え、現在は30代後半が発症のピークになっているとのことです。日本では毎年約1万人の女性が子宮頸がんを発症し、約3000人が亡くなっており、2000年以降から患者数と死亡者数が増加しているといいます。子宮頸がんを発症する主な原因は、ヒトパピローマウイルス、HPV への感染によるもので、
これは男女問わず性交渉によって感染し、経験者であれば誰もが一生に一度は感染する機会があるとされています。ちなみに中野さと子さんは2020年1月にタイタン所属のピン芸人松尾はトム前派出女さん女イコール松尾寿司松尾都知事44歳と結婚しており、結婚発表時点で同居はしておらず手すら握ったこともないと明かしていました。子宮頸がん検診などを定期的に受け、子宮頸がんを早期に発見できれば治癒率は高く、日本産科婦人科学会の婦人科指導委員会による統計では5年生存率はステージ1で 90% 以上、ステージ2で 70% 以上、ステージ3で 50% 以上、ステージ4で約 30% となっており、初期段階で治療を受ければ子宮を温存できる可能性も十分あるそうです。中野さと子さんの前向きなコメントを見た限りでは、現時点ではそこまで進行していない状態なのではないかと思いますが、初期段階でしっかりと治療することが重要とのことから、今後も芸人として活動できるようにしばらく治療に専念して病気を克服してほしいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。